皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、想定外が新商品のヒントになるというお話をしたいと思います。ビジネスをやっているとですね、想定外と思われる人が来たり、ことが起きたりすることがあります。その時にそれを、あ、新商品作れるかもって思うかどうかがアイディアの勝負になったりすることがあります。私は私のクライアントさん、まあ、生徒さんという私は呼んでるんですけれども、に、あ、よく言われる、ね、言葉があるんですけれども、高橋先生はなんでそんなにいっぱいいつもアイディアを思いついちゃうんですかとかって、すごい頭の中が欲しいっていうか、頭の中パカッとあってね見てみたいとかって言われることとかあるんですけど、私の頭の中の構造っていうのは、自分でも言うのもなんなんですけどね、いつもなんかね、好奇心の塊なんですよ。で、その好奇心を刺激するものっていうのは何だと思いますか？もったいぶってるわけじゃないですけど、好奇心を刺激するものっていうのは、それこそ想定外であったりとか、自分がですね、思っても見なかったような状態が起きると、ここが喜ぶんですよ。おーみたいな感じで、まあ、プレゼントとか分かりやすいですよね。おそらくいい方の喜び感ですけどね。私割と勘がいいんです。だから、例えばプレゼントとかっていうのをいただく時とかも、その人の性格と私がどう見てるかなみたいなのを考えると、ここら辺持ってくるっていうのが想像できちゃう時とかがあるんです。プレゼントをくれるそのこと自体を全然想定しない時はもちろんそれがあるんですけど、そうすると相手の方がですね、いや、こういう感じを持ってこういうものを選んだよみたいな感じで来ると、負けたみたいな、さすがみたいなところでアドレナリンが出て喜ぶみたいな、そんな状態がビジネスにも展開されます。だから、例えば想定外のことが起きると、あ、そういう需要もあるのかと驚かされ、そしてそれはもしかして、新しく顧客を想像するヒントになるのかとかね、考えたりすることとかがあります。例えば、先日ですね、クライアントさんがもともと、そうですね、30代とか、まあ、それぐらいを中心にした人を集める教室をオープンして、2年ぐらいしてからですかね、お会いした時に、どうですか教師の調子はということで話をして、まあ、おもてなしの、ちょっとカジュアルなタイプのおもてなしを、まあ、する教室を、まあ、作った方だったんですけど、おかげさまで満席続きで順調にいってますと、まあ、そこまではいいですよね。ただ最近、ちょっと高齢の方、60代とかそれぐらいの方とかもよくいらっしゃるようになって、ブログを見てって言われて、私の中では全然その層を想定していなかったんです。そういう設計になってなかったから。なんでその人たちが来るんですかって私が聞いたら、いや、お孫さんに料理を作って、例えば家に来る時に作ってあげたいんだけれども、今の子が好きな流行りの可愛いとか、そういうちょっと見栄えがいいとか、そういうものが自分は作れないから、孫を喜ばせるために奈良に来たっていうのを聞いた時に、あ、その需要があるのかと思って、若いお母さんが、まあ、子供たちが喜ぶようにとか、あと女子会パーティーみたいなニュアンスでちょっと華やかな感じのものとかを作る、提供する教室を作っていたんですけれども、まあ、それを見つけた人が反応して、まあ、申し込みが来るっていうことを考えると、あ、そういう需要があるのかとすると、私は彼女に言ったのは、その層はその層でキープしておいて、その需要が膨らむ可能性があるような気がしますって言って、なぜならば今高齢者とペットっていうのは産業的にこれからまだまだどんどん大きくなる産業だからです。これは社会情勢からなんですけどね。で、そこに目をつけて、そちらの層の方が喜びそうな講座を立ててみてくださいっていうことでお話をして、新しい講座を作ってもらうことにしました。私の場合も似たような、まあ、いろいろある、最近の事例で言うとですね、まあ、本出版しました。1作目、しっかり稼げる教室集客のバイブル
ということでやったんですけど、私が思いっきり対象にしたのは女性で、これから開業する、ないしは開業したけれども SNS 集客も含めて集客動線がうまく引けてなくて、何からやっていっていいのか分かんないっていう迷える子羊系です。その方たちを中心に分かりやすく、一番最初はこれを考えた方がいいよっていうプロセスをお伝えしたのが1作目の本なんですね。これから2作目書くんですけれども、その本の対象は女性なんです。だけれどもコメントをいただく方は結構男性も多かったりして、しかも定年間際の方ですね。定年しちゃってからじゃないんですね。やっぱ男性ですね、計画的だなと思ったのが、定年間際2年前とかです。あと2年で定年退職が来て、その頃には例えば趣味のギターをやろうかなとか、趣味の、何かを教えたいから、それで教室集客の本ということで私の本を手に取ったっていうのを聞いて、全く想定してなかったんですね、私、その方たちが私の本を読むっていうことは。ただその時に思いました。あ、定年間際の人で教室を作りたい人っていうのニーズってあるんだなっていうのがその時分かったんです。そうすると、やるかやらないかは別として、その特に定年前の男性のための教室集客会場、教室開業講座とかを作ってもいいんじゃないかとかね、思っちゃったりとかしました、もしかして。なんでそういうお客様がこう新しい、自分が想定してないところから来るっていうのは実はすごくビジネスチャンスで、新しい市場を開拓できるヒントにとかもなったりするので、異質なものが来た時ほど、あれ、これは一体どういうことなんだろうっていう背景を考えると、案外ワクワクして面白いアイデアが出てきちゃうかもしれないので、そんなことを繰り返してるとアイデア山ほどです。全部は実行してないですけどね、はい。なんでなんかいつもどうしていいかこう迷っちゃうっていう方が、たまたまそういった想定外のことが起きたり人が来た時には、一つターニングポイントとして考えてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、それではまた。